1843年のジングアカデミー、エドアルド・ゲルトナーガ・ベルリン・ジングアカデミーは、1791年に、プロイセンのハープシコード奏者、カール・フリードリヒ・クリスティアン・ファッシュがベルリンに設立した音楽協会。18世紀に、ロンドンで創設された古学アカデミーのモデルにもなった。ジングアカデミーは元来、私的な音楽愛好家の集まりだったものが公的な。 組織へと発展したものであり、その由来を決定するのは容易ではない。団体は、町の議員であったミロ老の邸宅の庭に日頃集まる、歌い手たちの小さなサークルが発展したものだった。彼らの毎週の会合は後に有名となる、ジンゲテースシンシースに類似したものだったようである。カールフリードリヒツェルターは、それらを、かなり砕けた集まりだったとした上で、午後に集まり、茶を飲み、 会話をし、短い出し物をした。何をするかは二の次だった。と記している。歌手で、歌の作曲もしたシャルロッテ、カロリーネ・ビルヘルミーネ・バッフハマンは、アカデミーの創立メンバーの一人である。セルター19世紀初頭まで、ほとんどの演奏会やオペラの上演は存命の、作曲家の作品を扱ったものだった。ファッシュの指導のもと、アカデミーは存命作曲家だけでなく、 過去の作曲家の作品の復活にも力を入れるようになる。実のところ、アカデミーの最初の講演は、ファッシュ自作の16世のミサ曲であったが、定期的に大バッハや他の過去の巨匠らの作品も取り上げていた。ファッシュは、大バッハの息子の CBE バッハの弟子であり、彼のバッハ音楽への系統がその後の続いていく、特徴としてアカデミーに染み込むことになる。 1800年8月3日にファッシュが死去した時には、アカデミーは約100人の団員を要するまでに成長していた。多くの著名人がアカデミーの他に類を見ない歌声を聞きに訪れており、1796年7月にはベートーベンも訪ねてきていた。ファッシュの死後、弟子のカールフリードリヒツェルターがアカデミーの指揮者となり、ファッシュの意思を引き継いだ。 彼は1807年にアカデミー付属の還元楽団を設置、また1808年には男性合唱を設立し、これらが19世紀初めに栄え、ドイツ音楽に貢献した他の合唱団のモデルとなった。アカデミーの団員はもともとベルリンの裕福な中産階級の市民から集めたものだった。中には初期の頃からベルリンでも最富裕の家系である一引家や モーゼス・メンデルスゾーンの子孫なども参加していた。これらの家系はアカデミーの歴史に重要な影響を与えることとなる。モーゼスの息子のアブラハムは1793年にアカデミーに入団、またいつひ,ひの孫娘であったレアザルモンが1796年に入団した。二人は後に結婚し、間に生まれた子供であったフェリックスとファニーが1820年代のアカデミーの 中心的存在となったのである。いつひの娘のザラレビは WF バッハに教えを受けた達者な鍵盤楽器奏者であり、1806年から1815年の間にゼルターのリピエンシュールリピイエンシュルやアカデミーの演奏会でバッハや他の作曲家の競争曲を演奏していた。彼女が所有していたバッハ一族の膨大な自筆譜のコレクションと アブラハム・メンデルス像が CBE バッハの未亡人から手に入れた大量の倉庫がアカデミーに残されることになった。ゼルター自身も大バッハやバッハ一族の良質な自筆符のコレクションを有しており、彼はこれをアカデミーに寄贈した。こうした経緯でアカデミーには世界で最も優れたバッハ一族の自筆符のコレクションが形成されたのである。 1945年ソ連の赤軍がコレクションを略奪ウクライナのキエフ音楽院に隠したが2000年に発見されてドイツへと返還されている。現在コレクションはベルリン州立図書館の音楽区画に一時的に保管されている。ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を伴ってイタリア・ミラノで行われた 演奏会のプログラム1913年本拠地となるホールが新たに建設されるとアカデミーの躍進はさらに加速した。これは1827年にウンターデンリンデンに建てられたものでベルリンの主要なコンサートホールとなりパガニーニやシューマン、ブラームスといった著名な音楽家たちが演奏会を行った。1829年3月11日 ゼルターの弟子であった20歳のフェリックス・メンデルス・ゾーンが有名なバッハのマタイ受難局の復活演奏を指揮したのもこのホールであった。これはバッハの再評価が進む一大事件となりヨーロッパ音楽の伝統の父としてのバッハの名声は揺るぎないものになったのである。1832年にゼルターがこの世を去るとメンデルス・ゾーンは彼の後を継ぐことを希望した。 しかし、選挙で票を集めたのは彼より年長で、能力には劣るが、的確な判断ができるカールフリードリヒルンゲンハーゲン、だった。続く指揮者は、以下の通りである。東西ドイツへの分断後、1963年に、ベルリンジングアカデミーが東ドイツに設立された。このもう一つのベルリンジングアカデミーは、ドイツ統一後の今日では、ベルリンで、 オラトリオ上演における先導的合唱団となっている。注釈出展。ありがとうございます。